はい、どうもグリです。トレクルやっていきましょうか。ということで今回はですね、特訓の森チャレンジ、はい、お久しぶりです。こちら、特訓の森チャレンジというかですね、最近攻略というか、あのダンジョンをやってたりする動画あんまり上げられてなかったんでね、まあ結構最近はみんなと、まあ、動画撮って、ガチャ引いたりとか、まあ、スゴフェスの動画ですね、結構4本、5本ぐらい上げたんですけど、この前。そんな感じでですね、最近全然できてなかったんで、まあ、リクエスト結構溜まっちゃってました。で、まあ、かなりね、前のリクエストになるんですけれども、奥の森タカですね、今回は。で、暴走チョッパーパーティーで行こうかなと思います。で、中身なんですけど、これ勝手にもう決めちゃいました。で、ウルジーですね。こちら、ガチャゲンではなくて、コロシアムのやつ。この前追加されたばっかのやつですね。で、こちら、必殺技が最短7ターンで打てるっていうのが、ちょっと魅力なので入れました。で、内容は、1ターンの間、自身の攻撃力を残り体力が 50% 以上、50% 未満、20% 以上、20% 未満。で、それぞれ 1.5、1.75、2倍にすると。で、エンハンスですね。で、結構まあ、発動ターン短いんでね、これはなかなか使いところが多いんじゃないかなと思って入れてあります。で、アルビダ軽減とウソップ遅延ですね。で、ミホークは、このウソップとミホーク、倍率乗らないんですけど、そう、今日めっちゃ早口だね。倍率乗らないんですけど、ミホークはもう完全にね、19回のところで使うかなと思って入れてあります。19回、麦わらの一味のところですね。うん。で、比較的ですね、このパーティーだとあんま食らえないので、はい。なのでね、まあ、軽減入れたりとか、遅延入れたりとかしてるんですけど、まあ、軽減でも耐えられなかったりするかもしれないんで、ちょっと難しいかもしれないんですけど、はい。行ってみたいと思います。というか、もう、取ってあります。まあ、事前にね、昨日ですね、まあ、これ撮影してるその前日に、暴走チョッパーお借りして、なんとか最後、5、6回ぐらいやったのかな。はい。で、クリアすることができました。うん。で、大変だった。まあ、ゲームオーバーになったところとかね、載せようかなと思ったんですけど、まあ、全部カットということで、はい、クリアしたところ、時のやつを、はい、お見せしたいと思いますんでね、はい、早速行きましょうか。11回からになりますのでね、はい、お付き合いください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、11回からですね、やっていきましょう。ですね、これね、もう6回目くらいなんですけど、はい、一応じゃあ解放からちょっとお見せしましょうか。こんな感じです。毎ターン回復レベル2ついてます。で、封じが3ついてるのは、スモーカーのところですね。スモーカーのところの、はい、封じを解除するためになっております。まあ、毎ターン回復ついてた方が、やっぱいいんでね。まあ、暴走チョッパー、6000の体力だけなので、まあ、ほぼほぼ食らえない。で、軽減して食らって回復みたいなところで、回復もできないので、やっぱ毎ターン回復、感じちゃった。毎ターン回復が必要かなと。で、こんな感じで、バギーのところとか、これね、集団で出てくるのはね、ほんと厄介で、5回やってて思ったのが、これここね、暴走チョッパーを1体使って倒して、こう倒して、で、ブオーって言って倒して、で、この残りの4体を、倍率の乗る、アルビダ、ドン、はい、ブルージドン、うん、ドン、で、ドーンで倒す。で、バギーから一回受けます。ここで。受けよう。大丈夫でしょう。大丈夫だね。はい。で、まあ、200毎ターン回復してくれるんでね、ここ一ターンで倒していきます。ここはね、多分大丈夫だったはず。大丈夫だね。全然大丈夫、大丈夫。で、13回。で、ここ、どうしたんだっけな。アルビダで、軽減だった気がするんですが、アルビダ使って、多分ね、倒しきれない。ここスロットがいいと、確か倒せるんだけど、軽減やっぱ使っていきましょうか。アルビダさんに軽減してもらって、ほい。こんな感じですね。シャキーンって軽減してもらって、多分ね、これ倒せないかな。あー、アルビダじゃない方が良かったかな。アルビダ最後の方が良かったかな。もう無理だね。
まあ、あのでも軽減使ってるんで、まあ、最悪ここは 黒からね攻撃受けちゃってもいいかなっていう。てかこのスロットがさっきのターンで来てほしかった。まあしょうがない、うん、でここはちょっと止めます。危ない危ない、うん、あの一旦ね攻撃するとなんか寝るんですよねこの人、うん、そうなんですよ。なんでかよくわかんないけどね、攻撃されて寝るってどういうこと、うん、14回、はい14回いきましょう。でここもねスロットが来てるね。今回スロットが来てるんで銀をパールが2ターンなんで銀から攻撃していきましょう。多分これ倒せたはず、1人スロットが揃ってたら多分倒せたはずなんだけど、いけるかな。ドン、おい、おいしょ、オッケーオッケーオッケー、素晴らしい。うん、でここパール貫通してドン、あアルビが無理だ。はい、こうウルージ貫通のでクリック、あんまり、あ危ない危ない、あのクリックねあんま硬くないんで、うん、そうなんですよ。でここ倒して、次が誰だっけな、15回、アーロン。そうここね結構めんどくさい。でミホークで、あの最初ねここ暴走使ってたんですよ確か。暴走とミホーク使ってたんだけど、多分ねミホークの、まあ、1人スロット揃ってるからミホークだけでいけるかな。あいけると思うんだけど、あのねアーロン意外にそんな硬くなかったような気がする。なのでとりあえずミホーク打って、おそらくだけどこれだけでいけるはず。多分これいけなかったらもう詰みだもん。6回目またミスみたいなまた敗北ドン。あいけるね、大丈夫だね。てかこれ多分日本で打たなくてもよかったかな。うん、まあちょっと分かんないけど、まあでもいいです。2億多分溜まるんでね。で8をここのターンで倒す。でねやっぱ毎ターン回復ないときつい。うん、回復がまずできないんでね。そうそうそう。で、ここでウソップ使っていく感じですね。そう、ここでウソップ使って、あの、女の子が、8ターンになるのかな？うん。8ターンになる感じですね。で、まず一発ウソップ打って、ドン！で、打って、多分ね、これ弱点スロットになってるんだけど、確か抜けたはずなんだよね。タップがうまくいければ。あ、いけない？あ、いけるね。うん、いけます。あの、暴走チョッパーが1500なんでね、攻撃力が。なかなか、暴走チョッパーにスロットが揃うと、やっぱね、すごい火力が出る。あの、技属性に暴走チョッパーで攻撃すると、だいたいスロット1時じゃなくても10万はいくので、うん、なかなか、やっぱ火力が高いですね。まあ、体力を減らす代わりに3倍なんで、やっぱ、強いですね。で、ミスタースリーも倒しちゃいますと。ドン！で、あー、倒してない。いや、まあでも大丈夫。この5ターン、ギリギリまで使ってね、ターン稼ぎしつつ、次がね、スモーカーなんで、スロット調整したい。スロット調整したい。うん、あ、で、ここちょっとターン稼ぎなんで、ちょっとお話ししていいですか。あのね、ちょっと待って。よいしょ、OK、はい。でね、ちょっと話が、おお、すげえ、スロットがすごい、すごい。ちょっと話させてください。あのね、ありがたいことにですね、はい、いきなりなんですけど、チャンネル登録者数がですね、はい、3000人を超えました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、まあ、特に何もないんですけどね。はい、ああ突破しちゃいました。はい、突破しちゃいました。でここなんですけど、このスロットだったら多分タシギ飛ばせるかな。スモーカーから飛ばした方がいいのかな。そう、ここね結構大事なんでね、タシギから行こうか。タシギを多分倒せるはず。そんなに強くないはずなので、よいしょ。ドン。よし、OK。はい、OK ですよ。で、
そう、あとまあここはね2ターン使っていければいいんじゃないかなと。オッケー、このブルージー、はい、ブルージーね早いからね、ブルージー早いんだよ。でここ2ターン使っていこうか。でここ突破ですね。案外サクサクいってるかな今回は。あのね5回もうミスしてるんでね。で1回諦めたんですよ。1回諦めたんだけどフレンドさんにいらっしゃったんで、はい、あのツイッターでねちょっとあの暴走に変えてくださいって言ったら皆さん変えていただいたんですけど、あのみんなであの変えてもらったね暴走チョッパー倒せなくて、はい、本当に申し訳ない。あでここなんですけど、ここは暴走を使ってカニを除去する。倍率が4人しか乗らないんで、なのでこのまま行くと、あでもウソップ、あまあでもいいか、暴走ここを1体使ってカニ倒します。ウソップスロット揃ってれば倒せるかな、抜けるかな、あの紫のやつ倍率乗んないんでね、まあ、最悪ここも2人使っちゃいます。あでも使わなくてもいいかな、あまあでもいいか、そうもう使っちゃった。でここウソップで抜いてみる、抜けるかな、ちょっとやってみようか。そう極力このバンリューがねめっちゃ強いんでね、ウソップでここで抜け、いけ、おオッケー、すげえ倍率乗ってないのに抜いた、あまあ、抜くかそれ、うん、オッケーオッケー、こんなこれ乗ったら大丈夫そうですね。普通に殴っていきましょう。ドンドン、はいドン、はいドン、オッケーよオッケーよ、来てるよ、これなら多分いけるでしょう。これねあのスロット持続成立上昇ついてればねもっと良かったのかなって思うんだけど、まあ、正直お肉いらないんで出てきても取ってもねゼロなんでね、うん、でいける、うん大丈夫 OK、 これいけたかな、いけたかな、多分いけたかな。でウソップ打ちます。ここ結構鬼門かなって思ったんだけど、まあでもミホーク連れてきてるんでここでねミホーク発動ですよ。やっぱたまるね、あのアーロンだっけ使ったの、アーロンとこだっけ、アーロンとこで使ってもたまるんで、うんうん全然問題ないですね。よしここで、そうこのね即属性サンジがね厄介、ここはちょっと頑張んないと。いけ、これウルージむずいな、 OK、 あー倒せないけど大丈夫かな。ここでやべえミスった、やべえ大丈夫かな、何ここで倒せそう、 OK 素晴らしい、いいねいいね、あと4ターンか、3時で結構時間かかっちゃいそうなんだけど、まあ言うてでも3倍なんで、ウルージもね火力が高いんで、いけ、よし、うん、OKOK、 あこれいけるそうだね、ドン、おい、よいしょ、おい、これで倒したい、よし、OK、いけそう、これあと3ターンなんで、このターンでゾロだけ倒す、ゾロだけじゃなくてもあのこっちの方がいいな、お今の選択は、あでもグッドになっちゃった、あグレートか、今の良かったね、それと揃ってない方でやったら多分ゾロ倒せなかったのかな、この2ターンで倒せるよね多分、ドン、よいしょ、 OK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 、 いけそういけそういけそう、で6000あるから、で先制が2000来るんだよ、で2000来て、でアルミダの軽減使って、確かね1万ぐらいだったような気がするんだよね通常攻撃が、だからアルミダの攻撃使ってまあ 80% カットなんで、まあ1万攻撃されて2000か、だいたい約2000だから1回攻撃受けられるか、いけるかこれ、いけるかいけるか、やっといけるか、ちょっと頼むお願い、でもスロットが微妙だな、うーんウルージーでもさここ使う、あ一回受けてからウルージーの方がいいよね、うんアルビダとりあえず使って、
アルビダ使って受けてから 50% 以下になると 1.75 倍のエンハンスが変わるから、とりあえずガンホードドンドン。あれこれ5万の固定ダメージなかったっけ。まあいいか、これいけるかな。ここのこのターンでどのぐらい食らうか、いけるかな。あーやべー、グレート。いやでも、あでもいけるか。耐える耐える、そう耐える。2000-1900ぐらいだった今、うん。あでもスロットめっちゃいい、スロットいい、すごいすごい。一応でもね、うん、エンハンスつけよう、エンハンスかけよう、せっかくね連れてきたからね。いやこれ倒したでしょ、これはもうやっといけ、やっとほんとやっといけた、マジでドン、いけーいけー、頼む、オッケー、いた、やっに来ました。6回、ちょっとスクショすいません。やばいね、やっといけたわ。あのねこれね、もうね声がねガラガラでございますよ、もう。はい、すいませんね、聞き取りづらいですよね、うん、何の説明にもなってなかったですねこれ、あの道中申し訳ないですあのね、でもとりあえずクリアできてよかった本当に。6回目ですねのチャレンジでクリアできましたありがとうございます本当に長かった。まあそう、あの途中でそうだそうだ、言ったんですけど、あまり話せなかったですね。あの3000人に、はい、改めてお話しさせていただくと、3000人に以上になりました、ついに。はい、ありがとうございます、皆さんのおかげ本当に。でこれからもですね、こういった特訓の森のチャレンジだったりとか、はい、もう完全に自己満になっちゃってるんですけど、はい、まあ、リクエストとかねぜひいただけたらそれにチャレンジしていきたいなと思っております。で、ガチャの動画とかね、うん、みんなで撮ったりもしますので、うん、結構最近多いですよ、みんな仲良くなったみんなと撮ったりとか、はい、ね、すごい楽しいので、はい、基本的にそのみんな来るときは、生放送したりとかね、してるんでね、そういったところもぜひね、はい、遊びに来てみてください。みんなでガチャとか引いたりとかね、あとは初めて来る決戦とか、もう放送でやったりしますので、ぜひ、はい、チャンネル登録していただくと、その放送の通知とかも行きますので、ぜひ、はい、チャンネル登録、まだの方は、ポチッとお願いいたします。で、ツイッターの方もね、フォローしていただけると嬉しいです。ということで、今回はですね、暴走チョッパーで、特訓の森鷹、行ってみようの回でございました。やったー。やりました。次回は、何になるのかな？わかんないです。リクエスト結構いただいてるんですけど、そこからちょっと選ばせていただいて、やってみようかなと思っております。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。声ガラガラで、ごめんね。申し訳ない。バイバイ。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくと、チャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。